解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、初球打ち、バッターは2番に入っている丸。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。キャッチャー強肩なんでランナーは少し慎重になってるでしょうね。そうですね。ランナースタート切ってきません。打ちました。バッターは DH 柳田。ワンアウトになっています。まあ、初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底。2球目打ちました。バッターボックスは4番福留。ゲッツー崩れでランナー残りました。先発ピッチャー西、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。2球目は何で来るか。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。さあ、そしてバッターボックスには外が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち、さあ、これからベイスターズが守備につきます。浅村が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インサイド打ちました。バッターボックスには指名打者のウロマティ。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール、中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただこれはいいバッターなんで、バッティング期待ということかもしれませんね。あ、なるほど。打った。打席には原が入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで、先制を取りたいですね。バントしました。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、アウトカウントが1つになりましたが、チャンスが続きます。まあしっかり繋いでますので。初球打ち、しましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。151キロ。打ちました。バッターボックスは6番丸。ジャイアンツ、この回2点を入れています。さあ、先制に成功して、なおも追加点のチャンスを迎えています。やはりこういう場面では前から入れませんよね。なるほど、そうですね。改めてお聞きしますが、バッターボックスの丸、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。3球目打ちました。ジャイアンツ、バッターボックスには代打の阿部。ジャイアンツ、さらに得点を挙げ引き離しています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。打った。バッターボックスは8番吉田。ジャイアンツ、この回3点を入れています。さあ、先制に成功。なおもリードを広げるチャンスです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあ、ここもつないでいけるか。今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに
わずかに外れています。インコース詰まりました。これから2回ベイスターズの攻撃です。バッターボックスは1番ビアヌエーバ。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね、少し気持ちも楽になったと思いますから、このまま丁寧に投げていってもらいたいですよね。そうですよね。さあしっかりと抑えていきたいところです。引っ張った。バッターは7番に入っているレアード。ワンアウトランナーありません。初球陣打席には1番バッター平田。ツーアウトになっています。インサイド打ちました。ライナー掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。ジャイアンツ選手は三浦ジャイアンツです。投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、まあ僅差ではあるんですけど、今日は継投も含めて安心して見れる内容でした。そうですね、監督の采配も見事ハマった今日の勝利でした。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずはジャイアンツの先発です。まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。インコースを落としました。3球目は何で来るか。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。打ちました。バッターは2番に入っている坂本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう。それ初球空振りです。156キロがいきなり出ました。打ちました。これが3球目。インサイド落ちました。4球目は何で来るか。打ちました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。浅村が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが1球目。最初は変化球できました。ボールになります。ここは落としてきました。ボール先行です。際どかったですよね。はい、インコースわずかに外れてボール。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。2球目打ちました。バッターは3番原。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。初球わずかに外れてボール。154キロがいきなり出ました。これは早いでしょうね。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球を伸びて先制ホームランです。ジャイアンツ初回にいきなり飛び出しました。このホームラン、ジャイアンツ1
覧いただきましょう。ナイス。